みんなが絶対好きだと思うのこれ。なんかね、全部載せたいくらい、写真集みたいにしたいくらいだよね。ちょっと遠目かも、こんなアングルかな。それでマップにしたらこんな感じ。あとはまあ紙面にも載ってたんですけど、いやこれはねちょっとエッチすぎてあんまり載せたく、あと顔が変だから載せたくないなってのが、これはみんな好きそう、でもあんま載せたくないから多分載せないと思うけど、これ好きそうみんな。何がってここがエロいんだろうねきっと。これは多分載せないかな。ダメで、これも好きそうだけど、これもあんま顔が微妙だから載せ、コメント早、コメント早いんだけど。もうおばめで、いや送んない送んない、はずいから。コメント早いんだけど、これはちょっと暗いけどこれ乗っけようかなって思ってる。これどう、これどう、でもまあ暗いから分かんないのかもしんないけど、結構これはちゃんとなんか私体見せたいから、体見えるのってこれかなって思って。明るく言ったらいいのか。まあ、うん、私がちゃんと漏れてるのを見せるね。これとか、こういうのもみんな好きそう。あと。ちゃんとカメラ目線してるオフショットもあるよ。これはなインスタにも載っけたいなと思ってて、いやインスタにさ水着あげるのっておかしいかな。いっか、これお気に入り。意外となんかカメラ目線じゃないのも好きだけど、いや腹筋鍛えてないんよねそれが。いやこれも迷うんだよね、でもなんかお腹までだからどうしようか迷う。これはなんか背景とか合わせていい感じ。いや今載せてももう遅いかなと思って。あ、みんなの好きなお尻ショットあるよ。お尻を見せるか胸を見せるか。でも多分一番画質いいのってツイッターだと思うから、やっぱツイッターにたくさん載っけた方がいいのかなって思ったりするんだけどね。かな、あとは服着てる写真だから、服着てるのはもう音見てないのかな。いや服も可愛かったんだよほら。脇好きな人の私理由が脇わかんない。